このコーナーは npo 法人ホームドア代表の川口かなさんに今リスナーの皆さんに伝えたいこと、知ってほしいことについてお話しいただきます。川口さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あなたの力がホームレス状態を生み出さない日本への一歩になります。という。 えこういう歌い文句でですね、えー、使わなくなったものありませんかという呼びかけをされていますこれは最近始めたことのようですね、はい、1月中旬からスタートしたんですけれども、はい、新しい物品寄付の形としていらなくなったものをホームドアにくださいっていうサービスを始めましたほほうほう,ほう,ほうどんなものでもいいんですかはい。あのお米とかそういう食品系でもいいですし、はい、家具家電、うん でまあ変わったところで言うとジュエリーだったりとか<ー>あとはベビー用品とかも大丈夫っていうあの改めて言いますとしかもまあ、言ってみればホームレスを経験した方たちに声をかけて「一緒にお仕事しませんか?」ということで自転車の修理とかね、えー、それから何ですか。あの 管理、はい、うん、そういうのをやってるわけですよね。ねジュエリーいらないんじゃないですか。おっちゃんたちジュエリーつけるんですか。<laughs> あのこの間ね <laughs>、はい、事務所を訪ねした時には、はい、えっとラーメンをねインスタントラーメンを、はい、あのおっちゃんがお作りになって。 お一人で、うん、あの食べてました。はい、で鍋からあのどんぶりに移すときに、うん、はいどんぶりって言って渡したのは川口かなさんでした。<laughs> はい。うどんぶり渡さないと鍋のまま食べようとしちゃって <laughs> うの<ー> <laughs> えー、そうなんですね。でだからあのそういうインスタントラーメンとか、はい、あの非常食のようなものってのはすごく役に立つんだとおっしゃってましたよね。うん、お米はわかります。 ジュエリーーかるんんよ <laughs> ベビー用品もあまりよく分からないですけど,、はい、どういうこれは寄付なんですかね <laughs>、はいあのー、今までですね、まあ、ホームドアに、まあ、おっちゃんたちホームレス状態のおっちゃんたちが来られて、はい、でそれでうちで一旦親とお雇いして働いてもらって、はい、お金が貯まったらお家を借りる準備をして、はい、でお家が借りれるようになったら家具とか家電を新生活のスタートへということで。 あのプレゼントをしていたんですよ<ー>でそういうこともあって家具とか家電を寄付でいただくようになったんですけれども、うん、まあ堀江さん事務所に来られた時ご覧になったかもしれないですけど、はい、洗濯機がなぜか23台あるとか <laughs> 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 冷蔵庫が23台あると事務所ただでさえ狭いのに物で溢れちゃうっていう現象に悩まされるようになった。 ただおっちゃんたちが路上脱出するタイミングっていつ来るかわからないし、はあ、で寄付をしてくださる方もこれいらないあれいらないってなるんですけどあこれはちょっとあれはちょっととか言うのもなんか忍びないしっていう、はあ、まあそういう悩みがあって。 それで思いついたのが、はい、あそういえばリサイクルショップさんんと提携したらうまくいくいいじゃないかなか<ー>、まあ、今うちでおっちゃんたちにすぐにプレゼントできるものは一旦うちでもらって、はい、すぐにはちょっと使えない例えば。 洗濯機まだおっちゃん路上脱出しそうにないから、うん、一旦リサイクルショップさんに持って行ってもらってそれを換金してもらって<ー>でそれで寄付としてお金をいただいておっちゃんが路上脱出するっていうタイミングになった時またリサイクルショップに行っておっちゃんにあこの家電欲しいって買ってもらう<ー>、まあ、そういう仕組みがリサイクルショップさん噛んでもらうとうまくいくんじゃないかなと思って考えたのがモノギフトっていうサービスです。おー まあ必ずしもだからあのいらないものと欲しいものが一致するとは限らないわけですもんね、うんはい。でそれでなんかまあ今までも寄付くださるということで和歌山の方にまでうちの職員が取りに行ったりとか。うん、まあそうしてみるとあちょっとおっちゃんが欲しいやつと違うなとか。うん、まおっちゃん一人暮らしなのに五号だけの炊飯器はちょっとなとか。まあいろいろそういうニーズのズレもあるけど<ー>でもせっかくくださる人の気持ちも大切にしたいなっていうところから。うん 考えました。このリサイクルショップと提携するとうまくいくもんなんですか?。うまくいくもんなんですかってあのリサイクルショップの方はオッケーなわけ、その話。そうですね。あの良品会館さんっていう、まあ関西で割と大きなリサイクルショップさんがこの度協力してくださったんですけど。はい、リサイクルショップさんにとっても、まあ。 うちにその買い取り金額はご寄付いただくような形にはなるんですけど普段の出張買い取りのお手間と一切変わらないわけですよね、うん、むしろその買い取り量が増えるっていうことで喜んでくださるっていうところと、うん、うちのニーズも合致するっていうのでぜひ、うん、組んでくれないかっていうのでお願いに行ったという。面白いいありがとうございますす、まあ、実はですね、うん 一昨年のぼうちの事務所の忘年会の写真を持ってきたんですけど、これあの後ろに積まれてるのがおっちゃんたちにいらなくなった毛布、あのあげてくれないかっていうので大阪ガスさんから九十枚近く毛布をくださいただいたんですよ。<laughs> なるほどこれあれですね、もう毛布の形が全部同じだから大量一括購入して。 一括でいらなくなったって感じですね。あ、そうです、そうです。なんか寮とかに使ってらっしゃったのを、はい、あのリニューアルするのでっていうので。はい、まあ、ただ事務所狭いんで、積み上げてたんですけれども。はいうん、忘年会で記念写真を撮ろうとした時に、なぜか私の上めがけて、その毛布がなだれ。にこれなだれの、<laughs> まさに瞬間ですよね。<laughs> 瞬,間瞬間はカメラに収められてます<瞬間> <laughs>。なだれの瞬間を撮りたかったんじゃなくて、記念撮影をし、しようとしたわけ。<laughs> うたそしたら、なだれのように、<laughs> はい、あの毛布がドロ。ッと 落ちてきたと、はい。毛布に埋もれる私っていう、まあ、うん、そのぐらい物に溢れた事務所で、ああ、はい。<ー>はい、寄付はありがたいけれども置く場所もないし、一気に来ても困るしっていうものもあるわけですよね。だったらお金でね、あの直接もらった方がありがたいっていうこともあるわけですね。はい、割とこれはうまくいきそうな雰囲気ですか。もう実際に。 まあそうですね1月中旬からスタートして今5件ぐらいですかね早速ちょうど引っ越しシーズンもこれから始まるっていうのでお問い合わせいただいて、うん、でやっぱりあの使わなくなったもの捨てるのにはもったいないなっていう方、うん、意外に 多かったりするので、で結構ね、その処分するにもお金かかりますからね。そうですね。最近。うん、特にベビー用品なんてね、<laughs> もう限られた期間ですぐにね、いらなくなるんで、はいうん、処分に困ったりするんですよね。もうこれ中古品でいいってことですかあ。もちろんです。中古品で大丈夫ですし、まあ、もちろん新品やったら、その分高くなったりはするとは思うんですけど。うんうん、まあ、基本は中古品のリサイクルを。うん、えっと。 例えばじゃあ私のうちにテレビがあのちょっといらなくなったんだよというようなことが起きましたそしたらまずは「ホームドアさんに連絡したりあそうですねも<う>のモノギフト」って検索してくると、はい、今だと2番目に出てくるサイトがうちの <laughs> サイトになりますんでそこから、はいあの「こんなものいらないんです」っていうのでうホームを埋めていただくとう,うちに そのホームの情報が届くんで、またこちらから連絡を差し上げると。そうすると連絡してもらいました。<ー>じゃあえっ、ー、と料品会と会館さんが来るの,来るのあ、そうですね。あ,<ー>あのちょうど今おっちゃんたちがテレビ必要やったらもう直接おっちゃんたちのところに持ってってもらうんですけど、うん、まあ今ちょっとおっちゃんたちテレビいらんわっていうことやったら一旦良品会館さんが引き取りに来てくださるという形になります。はははそうするとその引き取りに。えー 少しは私は私お金がもらえたりするんですかあそれはもらえないんですね,ね完全に寄付なわけですね、はい、で寄付をしました、はい、でそれが、えー、とりあえず一回戦、えー、あそっかどっちに行くか分からないけどねすぐ必要であればホームドアそうですねでもし、まあ、必要でない場合は、うん、一旦お金に変えてもらって、うん、でおっちゃんが路上を脱出するっていうタイミングでそのお金を持ってまた何かおっちゃんが好きな家電を買ってもらうっ品 会館さんで買えばいいそうですねそういう仕組みにサイクルになったわけですねああ捨てるぐらいだったらねこういう誰かの力になれば誰かのためになればってね思いますし引き取りに来てくれるんだったら責任長ですよねでリサイクル料なんかはどうなんですかリサイクル料がかかる商品の場合はご負担いただかなくては いけないんですけれども、うん、まあもしちょっとリサイクル料払うんやったらっていうことやったら、もうリサイクル料のお金分はその寄付の中から減らしてもら減らさせてもらって、あそんなこともやっていくのも可能です。えっ、ー、とまあいろいろあるでしょうけれども、どういうものがありがたいですか。まあそうですね。やっぱり家具家電がまあ特に家電が一番家電あの引き取ってほしいっていうニーズも多い。 ですし、まあおっちゃんたちも家電を求めているっていうのもあるので、家電の流通が一番多くはなりますね。あとはもちろんあのすぐに使えるような食料品であっても可能ですし、はい、あのまあなかなかないとは思いますけれども、そういうジュエリーだったりベビー用品とかっていうのも可能ですね。お金になりますもんね。はい、なんか食品だったらあのお金お金お米もそうですけど缶詰 とかあそうですねもうそういう食料品の場合はその,そのまま夜回り活動をやっておりますので、うん、夜回り活動でお渡しするお弁当の具材にさせていただいたりだとか堀江さんが目撃したおっちゃんがラーメンを。 食べている様子にあった通り、うん、まり、あ、うちの事務所に来てもらうとラーメンとかそういう食料を無料でご提供しているので、うん、おっちゃんにそのまま食べてもらったりということが可能ですねあのそのまま寄付できるものっていうところがあってアパート提供する <laughs> これはめちゃくちゃゃく嬉ししいでしょで必要度5つ星です。<laughs> <laughs> これはどういうことで。でも、ちょこちょこいらっしゃるんですよ。えー、どういうことですか?。あの、アパートなかなか入る人が見つからないんだけれども、お役立ていただけないでしょうか。っていうお問い合わせが、年に三四<ー>件ぐらい。えー それはありがたいですね、はい、そうですね、えー、え、それは無料で提供してくださる方がいるんですかそうですね格安もしくは無料でご提供いただくということで<え>もう空いてるんだったら使ってくださいねそうですそうですう<ー>もうずっと空いてたら空いてたで管理とかも大変やからそれやったら入ってくれる人いるんだったら入ってほしいっていうのでおっしゃっていただくことも多いですねそれでも良品会館さん困りますねあ、そうですねもうその場合はもううちに直接あと一室来たよ 不動産屋さんもまた提携しなきゃいけなくなっちゃいますけど <laughs>、うん、その場合はあのホームドアに直接<ー>はい。え テレフォンカード今なかなかないですけどこれも5つ星ですねそうですねテレフォンカード非常にニーズが高くて、うん、あのホームドアには年間200人ぐらい、うん、あの全国からご相談に来られるんですけれどもあ<ー>、まあ、相談に来られてでそれでいろいろとお話をしてゃあじゃあこういう方針でやりましょうってなった時、うん、やっぱり当面の連絡手段っていうのが公衆電話からとなるので、はい、テレフォンカードをお渡ししてますね今そんなに発行されてないでしょう。まあそう そうですねただお家でテレホンカードも使,え使う場所がないからって言って眠ってらっしゃる人非常に多くてなので結構テレホンカード届けてくださる方多いですねうそう一時期よくもらいましたもんね <laughs> もう何かあったらテレホンカードね記念にね,ね、うん、作って作ってねゴルフでホールインワンしました <laughs> って言て。<laughs> テレンカードもらったりしましたよ今はクオ・カードとかになってますから会社の名前入りのやつとかキャラクターのやつとかもうこれ絶対高かったんやろうなっていう金色のテレホンカードとかたまにいただいたりしてあそうですか集めて貼ったやつやろなとか思って眠ってるテレホンカードじゃあったらぜひホームドアさんにそちらは普通に郵送をだいたらちょっと良品会館さんに出張買取りしてもらうのは忍びたいのであのはい。 えー、いろんなものがありますね、えー、靴下とかもちろん下着とかそういうのもいいしかばん財布類でも結構です、えー、生活用品生活用品タオル洗剤キッチン用品などなど銭湯の入浴チケットみたいなもあのも、うん、もし余っていらっしゃったらっていうのでお渡ししていますね。 金プラチナ宝石なかなかこれで金, <laughs> <laughs> 金いらないんだけどなっていう方があまり僕の身、ま、の回りにはいないですけどと良品会館さんの,あのホームページそのままちょっとあのああ貼らせていただいてるのでちょっとあのあれですけど私も金は見たことないですね。<laughs> <laughs> えー 楽器なんでもいいんですねそういうものでもねもう使わなくなって高校の時にブラバンやってたけどそうです、ね、もう使わないんだこのサックスなんていうのでも買い取ってもらう、はい、買い取ったら取りに来ていただいて最近は、はい、エレキギターとか持って行ってもらいましたねでそれはエレキギターとしてまたおっちゃんが使うってわけではなくてお金にしてっていうことになる出張買い取りしてもらってお金にしてもらってっていう,うん、うん まあでもあの路上詩人をやってるホームレスのおっちゃんがギター欲しいなあとか言ってはりましたけど、<あ><あ>その場合は直接物品が行くわけですよ、ね。あまあでもエレキは長かなかなかいです、ね、<laughs> エレキはちょっとあれ。アンコーサッのがいいかもしれませんけどね。でもそれを考えるなかなかそのこういうその写真を撮った時にね。 布団が起こってきたっていうところから発想されたのかもしれませんがすごいこと思いつき,す、ね、いつきですよね,これね次から次へと、ね、毛布に埋もれたくはないという一心で <laughs> <laughs>、えー、布団の寄付はお断りしておりますって書いてましたね ああ一旦停止しておりますみたいな、ね。布団は意外にニーズが多いもので、たくさん。集まってきちゃってるって。集まってきちゃってる。あそ,うそ,ね、そうですね。はは一旦は。でまたそれがね一通り履けたら、そうですね。必要になるかもしれませんし、うん、あの詳しくはねあのホームドアのホームページを見ていただければと思うんですけれども、はい、実はこの後のコーナーで早耳通信でもう一人起業をされた。 女性に来ていただくことになっていて、はい、このあたりのお話が楽しみですね。そうですね。もうぜひ企業の先輩としていろいろ私も教えていただきたいなと、はいはい、<laughs> 本当ですね。ねはい。はい、川口かなの社会の要でした。